こっち来ないで、痴漢、変態と涙目で俺を睨みつける彼女。ちょっと待って。飲み屋で一緒になった美人女性と泥酔し、一夜を共にしてしまった。俺はとりあえず自分の着ている服とベッド脇に置いたゴミ箱の中身を確認して、ひとまずほっと息をついた。とりあえずやましいことはないから安心して。あ、俺の行動に一瞬考えてからハッとして顔を真っ赤にする女性。これが俺と彼女の出会いだった。今思えば最悪の出会いだった。しかしこの出会いがまさか俺の人生を大きく変えることになるなんて、この時の俺は知る由もなかった。俺の名前は柊圭、37歳。 SNS や動画コンテンツのコンサルタントを中心とした会社を経営している。会社といっても従業員は大学時代からの仲間内が中心で、会社の登録として俺が代表となっているだけの小規模なものだ。会社の利益は上場と言いたいところだが、同業者の多いこの業界では弱小も弱小、赤字続きというのが正直なところだ。俺を含め皆この仕事一本で生計を立てるのは難しく、個々で副業をしている者も多い。まともに生活できるだけの収入になる職をと考え出す年齢でもあるアラフォー。今日もまた一人大学からの友人が別の仕事に転職するからと俺に決別の意思を伝えてきた。引き止める俺に対し友人は、悪いな、いつまでも面白いだけじゃ食ってけないよ、そう苦笑いで告げた。友人の言葉を思い出しながら俺は大きくため息をつく。やっぱ潮時なのかな。珍しく弱気だね。はい、スパイシータコスとメスカルお待たせ。カウンター席でラムソーダの空いたグラスを片手に頬杖をつく俺の前に、大ぶりのタコスが乗った皿と木の実でできたヒカラと呼ばれる酒器に継がれたメスカルのストレートが置かれる。カウンター越しに声をかけてきたのはメキシカン居酒屋のオーナーであり俺の友人だ。小さな個人店が集まる少しディープな飲み屋街。小さな店だが土地柄テナント料は安くない。酒も飯もうまく飲み屋街の雰囲気とマッチしているこの店は割と繁盛しているらしい。お前はいいよな、自分の店持って繁盛してうまくいってて。おかげさまで楽しく仕事してるけど、それなりにストレスも先々の不安もあるのよ。でも好きなことやって食うに困ってないだろう。羨ましいよ本当。まあね、でも俺からしたらヒイラギの方が羨ましいよ。人の上に立って会社切り盛りできるってすごいことよ。友人のこの物腰柔らかく相手を上げてくれる会話も客には居心地がいいのかもしれない。それがうまくいってないからこんなとこで一人酒に浸ってるのわからん。おっと、こんなところで悪かったね。週一で来ちゃうほど好きなくせに。そんな会話をしながら他の客の料理を手際よく作っていく友人に、それなぁと笑うと出されたタコスにかぶりつきメスカルに口をつけた。辛くて複雑なスパイスが香るタコスと蒸留酒独特のスモーキーな香りがよく合う。このうまさに病みつきになり、俺はここに通っているのだ。俺がタコスを頬張っているとお兄さんと後ろから声をかけられ目を向けた。立っていたのは片手にメキシカンビールの瓶を持った20代後半とおぼしき女性。猫目気味の目元と小ぶりな鼻、そしてにっこりと笑う口元。決して派手ではないが整った顔立ちでショートカットがよく似合っている。かわいい。俺は思わず頬張っていたタコスをゴクンと咀嚼せずに飲み込んだ。女性は見つめたまま何も言わずにいる俺を気にすることなく、ここ座るねと隣の席に腰を下ろした。お兄さん、もしかして経営者さんなの？そこ座ってて話聞こえたからさ。カウンターの後ろの小さなテーブル席を指さす。どうやらこの女性も一人酒を楽しんでいたらしく、テーブルにはすでに3本のクラフトビール瓶が置かれている。え、まあそうだね。何のお仕事？少し舌足らずな喋りをするのを見るに、だいぶ酒が回っているようだ。SNS とかのコンサルタントだよ。
私もそういうお仕事してました。まばたきを数回して、嬉しそうな声を上げる女性は、ほらこれ見て、とスマホを取り出した。画面には動画サイトのチャンネルが映し出されている。投稿されている動画は毎回10万回以上。最高再生数は100万回超えのそこそこに人気のチャンネルだ。これ、私が携わったチャンネルなんですよ。ニコニコと話す女性は、あとこれとうと他にも手掛けてきたというチャンネルや SNS アカウントを見せてくる。どれもそこそこ人気のあるものばかりで、コンテンツもジャンルも豊富だ。どれも再生回数も伸びてるし、すごいじゃないか。簡単の声を上げる俺に、でしょうと嬉しそうに笑い、自分が手掛けたという仕事について話す姿は、とても楽しそうだ。笑顔が可愛い人との酒はうまくて、俺も手元のメスカルが進んでいく。でもさっき、お仕事してたって言ったよね。もうやってないってこと？この質問に、女性の顔から笑顔が一瞬で消えた。あ、やばいこと聞いたかも。そう俺が思った時にはすでに遅く、女性は持っていた瓶をぐいっと煽り、ビールを飲み干すと、一転してムスッとした表情で話し出した。全部担当外されちゃって、頭きたからやめ。やめました。急な機嫌の効果に驚いたが、それよりも吐き出されたセリフに興味が湧いた俺は、興味に抗えず、さらに問いかけてしまった。なんで？これだけいい仕事できてるのに、担当外されたって、なんかミスでもした？いえ、本当は私が考えた企画なんですけど、盗まれてしまって、全部自分の功績だって言って、今までの企画案から何から奪っていったんです。あの子。俺の質問は不機嫌に拍車をかけてしまったようで、カラビンを握る手がわなわなと震えている。あの子？そう。企画もクライアントのことも考えていないくせに、全部自分が考えたんだって。口ばっかりうまくて、みんなあの子の言うこと信じちゃって。どうせ、私の言うことなんて聞いてもらえなく、話す途中から、徐々に声に力がなくなっていったと思ったら、今度は子供のように泣き出した。情緒不安定かよ。酔っ払いのザレ言なのか、結局あの子がよくわからないまま。俺が泣き出した女性に困っていると、カウンター越しにチェイサーの入ったグラスが置かれた。お前んとこで雇ってあげれば、と、チェイサーを置いてきた友人は言い出し、にっこりと笑顔を浮かべている。こいつ絶対面白がってるだろう、と、顔が歪んだ俺と対照的に。女性は泣くのをピタッとやめ、雇ってくれるの？と食いついてくる。いや、俺はそんなこと一言も。言いかけて、いや待てよ、と思考を巡らす。彼女の今まで担当してきたという話が本当なら、こんな有能な人間をみすみす逃すのはもったいないんじゃないか？そもそも、破綻寸前のような会社だ。今さら失敗しようがなんだろうが、やってみないよりやってみた方が面白いではないか。この時の俺は、冷静なふりして、度数の高いメスカルで結構酔っていたのだろう。俺と一緒に働いてくれるかな。まるで口説くように、極上の笑顔で問いかける。その問いかけに、一瞬キョトンとした顔をした女性は、パッと今日一番の笑顔を浮かべ、いいと思うと懐かしの掛け声で返事を返してきた。その返事に、ずるっと力が抜ける。ジェットコースターのような酔っ払いの情緒に呆れてしまうが、社長ありがとう。これからよろしくお願いします。と、へにゃりと笑った顔が可愛くて、俺もつられて笑ってしまった。翌朝。キャー！俺は、甲高い女性の声で目覚めた。は？ちょっと待っ、うお。くるまっていたシーツを奪い取られ、ベッドから強制的に落ちる形になった俺は、受け身も取れずに床に落ちた。誰ですか、あなた？なんでここにいるんですか？床に落ちた俺を心配するどころか、奪ったシーツで体をくるみ、俺から距離を取る女性。俺は腰をさすりながら、キョロリと部屋を見渡すと、ズキリと頭痛がしてこめかみを押さえた。なぜか、俺の手には空のビニール袋が握られている。なんでって、ここ俺の家。え？ここ私の家じゃ、なんで？状況が飲み込めず混乱している女性に説明したいが、
起床したばかりで二日酔いを起こしている俺の頭も、まだ回転が悪い。俺が立ち上がると、こっち来ないで、痴漢、変態と、涙目で俺を睨みつける彼女。ちょっと待って。俺はとりあえず、自分の着ている服と、ベッド脇に置いたゴミ箱の中身を確認して、ひとまずほっと息をついた。とりあえず、やましいことはないから、安心して。あ、俺の行動に一瞬考えてから、はっとして顔を真っ赤にする女性に、とりあえず、水でも飲む？と、できるだけ冷静な風に声をかけ、キッチンに向かった。水のついでに、朝の日課になっているコーヒーを飲もうと、コーヒー豆の袋を開ける。ふわりと、コーヒーの香りが鼻をくすぐり、はっきりと目覚めてきた頭で、昨日のことを順に思い出していく。昨日は、あの後二人ともいい具合に出来上がって、その勢いのままもう一軒と、近場の立ち飲み屋に行ったはずだ。さらに話が盛り上がり、すっかり終電を逃した女性は上機嫌で、社長の家で飲みましょと、徒歩圏内にある俺の家を指定してきた。酔っていた俺の頭には、スエゼンの文字が浮かび、コンビニで酒とつまみを買うのもそこそこに、危機として家に連れ込んだのだ。が、家に着いて早々、気持ち悪いと青い顔になった女性に、俺は先ほどまでの頭を締めていた、横島な考えが吹っ飛び、慌てて解放する羽目になった。落ち着いてそのままベッドで眠る女性を見て、疲れ果てた俺もいつの間にか、隣で眠ってしまったようだ。おそらく、ベッドで吐かれるのを恐れて、無意識にビニール袋を握りしめて寝ていたのだろう。いい歳して何やってんだ俺は。俺はアホすぎる自分の行動に呆れると同時に、何事もなかったという事実を思い出し、安堵のため息をこぼした。水の入ったコップを渡しながら、昨日のことどこまで覚えてる？と問いかける。先ほどより幾分か落ち着いた様子で、それでも若干の警戒心を残したまま、おどおどとした様子でコップを受け取った女性は、ビールを3本開けてからほとんど、と気まずそうに顔を背けた。マジか。じゃあ俺と仕事の話して、俺の会社に勤めるって盛り上がってたのは覚えてない感じ？はい。いえ、あなたに声をかけたのはなんとなく覚えてるんです。で、すごい楽しかったんですけど、内容までは。すみません。私酔うと知らない人にぐいぐい声かけちゃうことがあるみたいで。記憶がなくなるほど飲んだのは、さすがに初めてなんですけど。今目の前にいる女性は、昨夜の人懐っこさが嘘のように、視線をそらし静かに喋る。本人の言うように、酒で人格が変わるタイプなのだろう。これはこれで、女性の酒癖が心配だが、今は覚えていない方が色々とありがたい。俺は昨日友人の店で話した内容と、その後、今に至るまでの経緯を説明した。聞き終わると、女性は申し訳なさそうに、とんだご迷惑を、本当にすみません。ベッドまで使わせてもらって、しかも服もお借りして、昨日私を解放してくださったんですよね。あ、いや、彼女が気持ち悪いと言っていたので、背中をさすり続けたのは確かだ。助けていただいたのに、すみません。私ったら、なんてことを。彼女が暗い顔をし始めたので、俺は話題を切り替えることにした。君、動画コンテンツ系のコンサルで働いてて、辞めてきたってのは本当？え、はい。それは本当です。俺は入れたてのコーヒーを継ぎ、ブラックだけど飲む？と、彼女にカップを渡しながら質問を続けた。じゃあ、自分が担当してたっていうチャンネルとかアカウントは？基本的に SNS や動画投稿はコンサルが入っているかどうかは表には出にくい。昨夜仕事の話をした彼女はとても楽しげで、内容もよくこの業界を知っている様子だったので、酔っ払いのザレ事ではないと思えた。すみませんと受け取ったコーヒーカップを両手で持ち、しばし考えた彼女は、あ、と自分のカバンを探る。クライアントとの契約を見せるわけにはいかないので、証明になるかわかりませんけど、一応構成とか提案してきた内容とか思いついた案は常にこれにメモしてるんです。そう言って、
取り出したのは使い古した手帳。中にはぎっしりと SNS や動画サイトに関する彼女の案の走り書きがメモされていた。うん、やっぱり俺は君を雇いたい。けど正直俺の会社はかなり泥船で、給料もそんなに良くないんだけど、副業とか全然 OK だから、君さえ良ければどうかな。酔っ払いの勢いとはいえ、これも何かの縁かなと思うんだ。そう言いながら、名刺入れから一枚の名刺を差し出した。改めまして、代表の柊木 K です。俺の今更ながらの自己紹介とスカウトに、名刺をまじまじと見て数秒思案した女性は、背筋を正して、名刺を両手で受け取り答えた。つゆりまゆです。よろしくお願いします。うちに入社が決まってからのまゆさんは、期待以上の働きをしてくれた。彼女の仕事スタイルは、クライアントの希望を汲み取るところから始まる。個人の好みで選ばれる SNS や動画チャンネルは、それぞれ視聴者層が異なる。どの層をターゲットにするかで、どんなコンテンツが好きか、視聴されやすいタイミングなど、把握しておきたいポイントは様々だ。今の世の中、SNS やネットを使えば、情報が何でも手に入ると言っても過言じゃない。でも、彼女は自分自身が生で見聞きして、感じたものを取り入れることも大切にしている。ネットだけの情報じゃ他と変わらないと思うんです。だから、今のトレンドをさらに詳しく、人に興味を持たせるなら、さらに鮮度のある生の情報って大事かなって。彼女の徹底したリサーチを怠らない姿勢は、素直に尊敬できた。どちらかといえば、静かで人見知りな彼女の性格は、黙々とリサーチをする裏方作業に向いているのかもしれない。ただ、たまにこちらが心配になるほど、アクティブな面も垣間見える。ホラーチャンネルのネタ探しと称して、廃病院に下見に行ったり、女性一人で行かせるには危ない繁華街に行ったりと、行ってきますと、笑顔で出て行こうとするのにストップをかけることもあるほどだ。当の本人は、こちらの心配をよそに、前の会社では、こんなに自由に動けなかったから、今の方が楽しいんです。この会社に入ってから、人前で堂々と話せるようになった気がします。と、嬉しそうに笑うのだ。少人数の会社ゆえに、一人一人ができなくてはいけない業務もかなり多いのだが、それさえも、新たに学べることが楽しいらしい。自分で得た情報を余すことなく提供してくれる彼女の姿勢は、クライアントからの評判も良く、口コミでの評判から、うちの会社を指名してくれる企業も増えていった。俺を含め、他の社員たちも彼女のやり方から学ぶことが多く、やる気も満ちて、会社の内外どちらも、いい方向に向いていったと言える。彼女を雇ってから1年経った頃には、赤字続きだった会社の経営はかなり上向きになっていたほどだ。ちなみに、彼女の年齢は35歳。当初思っていた年齢より年上で、その若々しさに驚いた。あの酔っ払ってしまった出会いの日以来、二人きりでの食事はなんとなく避けている。ごく普通に話すし、彼女との話はとても楽しい。だからこそ、俺は彼女を意識してしまっている。普段の彼女は、静かで真面目。どちらかといえば地味な女性で、仕事以外の自分の意思は、あまりはっきり言えないタイプのようだが、勘違いでなければ、彼女も俺を悪くは思っていない。と思いたい。ただそれが社長としてなのか、一人の男としてなのかがわからず、アクションを取れずにいるのだ。会社の経営がうまくいくと、経営者として、俺自身もいろいろなセミナーや、インフルエンサーや経営者のチャンネルなどにコラボ出演するようになり、SNS や動画サイトの授賞式など、公の場への招待もされるようになった。そんな中、同業者の集まる情報交流会に招待された。交流会といっても、会議室で行うような堅苦しいものではなく、レストランでの立食形式の食事会だ。俺はせっかくならと、まゆさんに一緒に出席しないかと声をかけた。はじめこそ自分なんかがそんな華やかな場に行っていいのかと戸惑っていたが、今の会社の成功は君のおかげもあるんだよ。それに他の会社から学ぶこともあるだろう、と説得すると、それならばと了承してくれた。
当日、俺とまゆさんは会場の最寄り駅で待ち合わせをした。先に駅に着いた俺は、会場までの道のりを、ナビアプリで確認しながら、彼女を待っていた。6月に入ったこの時期は湿気が多く、夏物も薄手ジャケットでも暑苦しい。俺はジャケットを脱いで、シャツのボタンを一つ外した。会場のホテルまでは、徒歩で10分以上はかかりそうだ。都内のホテルレストランを貸し切ってのパーティーは、ドレスコードが設けられている。まゆさんは、ヒールのある靴だろうから、タクシー使うかな。夕方の駅前のタクシー乗り場には、何台もタクシーが待機しているので、タクシーアプリを使う必要はなさそうだ。駅前のロータリーを見渡しながら俺が思案していると、コツコツと、早歩きのヒール音が近づき、社長お待たせしました、と声をかけられた。あいや、俺も今、さっき着いたとこだ。よ。言いながら、声の方に振り向くと、俺の言葉は途中で止まりそうになる。目の前に立っていたのは、ブラックのロングワンピースを着たまゆさん。体のラインが出すぎないタイトめなラインが上品で、肩から肌が見えるレースの袖のデザインが女性らしい。ショートの髪を耳にかけ、小ぶりなプラチナチェーンとダイヤのピアスが耳元で揺れている。普段はオフィスカジュアルで地味めなパンツスタイルが多いまゆさんとのギャップのある姿に、目を見張ってしまった。変ですか？少し戸惑ったように、自分の格好を確認する彼女の言葉に、俺は思わずまじまじと彼女を見てしまっていたことに気づき、ハッとする。不安げに見つめてきた目元が、いつもよりキラキラとして見えるのは、化粧もいつもと違うからだろう。普段はナチュラルな化粧だが、どうやら化粧映えするらしい。もともと整っている可愛らしい顔が、化粧により綺麗な女性のそれになっていた。とっても似合ってる。綺麗だよ。素直に感想を述べれば、彼女は頬を少しあからめ、綺麗だなんて、そんな、と、照れたようにうつむき加減に笑う。こんなに華やかに変貌しても、いつも通りの彼女が可愛くて笑ってしまうが、近くを通り過ぎる男の、チラチラと彼女を見る視線が、俺の言葉を肯定している。これ以上他の野郎どもに、彼女を見せるのはもったいないので、俺は早々にタクシーにエスコートすることにした。今回の主催者の挨拶から始まった食事会では、名刺交換や挨拶が交わされていく。俺のような小さな会社は、同業者と直接会う機会はそう多くないので、今回はいい機会だ。ヒイラギさんですよね。一通り挨拶を終え、ワインを飲み一息ついたところで、目を引く赤いワンピースを着た女性に声をかけられた。はっきりとした顔立ちで、どちらかというと派手めな印象を受ける。綺麗な人だ。デジタル名刺のお渡しをしてもよろしいですか？あ、ありがとうございます。ヒイラギです。デジタル名刺の QR コードを差し出され、俺も QR コードを提示した。頂戴します。という女性の受け答えに、パッと見よりもビジネスマナーのしっかりとした印象を受ける。名刺に記載されている会社名と女性の名前に俺は思わず身構えた。御社は最近大変話題ですよね。ヒイラギさんご本人もいろいろとご出演されているのをお見かけします。画面や紙面以上にこんなに素敵な方なんてお会いできて嬉しいです。綺麗に弧を描く赤い唇からは甘く鼻にかかったような声。これを喜ばない男はいないだろう。御社のような大手の方々にまで知っていただけているとは光栄です。大手といっても親会社が大きいだけで、うち自体はそこまで大きいわけじゃないんですよ。古い体制のせいもあって、最近ではヒイラギさんたちのような真新しく革新的な企画はうちではなかなかできなくて、インフルエンサーの活用もお上手だから企業クライアントも増えているんじゃないですか。この女性の会社は俺の会社と同じ SNS などのコンサルをメインにしているが、親会社は EC 事業やデジタルマーケティング事業をメインとする大手会社だ。褒めちぎってくれているようだが、言葉の端々には大手会社の圧力的なものを感じる。いえいえ、うちはまだまだ若輩者ですから、社員人数も少ないですし、やりたいことをやらせていただけているだけですよ。
御社のようなしっかりとした分担ができるわけでもなく、個々の裁量に任せっきりで、私は優秀な社員たちに助けられてばかりです。俺の受け答えがお気に召したのか、伺うように顔を見つめていた女性の瞳が嬉しそうに笑う。社員の方々にまで敬意を払うなんて、経営者の鏡ですね。よかったら、この後ゆっくりとお話ししませんか？企画の出し方や、クライアントの心のつかみ方まで、私もまだまだ勉強不足だと思うところが多くて、二人でゆっくりお話ししながら教えてほしいです。小首をかしげて、上目遣いに尋ねてくる仕草は、女性が自分の女の魅力を十二分に熟知している自信の表れだろう。大変嬉しいお誘いですが、私と二人で会話をしても、つゆりさんのお役に立てるようなお話はできないかと。弊社がここまで躍進できた企画案などを考えたのは、私ではなく社員たちです。俺の返答が予想できていなかったものなのか、一瞬面食らった顔をした女性、つゆりみおさんの表情が引きつる。社長、こちらにいたんですね。そこに、ちょうど他の人たちと会話をしたりで、席を外していた。つゆりまゆが戻ってきた。あ、みお。まゆさんが、俺の前にいるつゆりみおさんの顔を見て、戸惑ったのがわかる。対するつゆりみおさんも、まゆさんの顔を見て、驚いたように大きな目をさらに見開いたが、一瞬でニコリと赤い唇が笑う。あら、誰かと思ったら姉さんじゃない。こんなところで会うなんて奇遇ね。なんでこんな場違いなところにいるの？俺に対する甘ったるい声よりも、トゲのある声がまゆさんに浴びせられる。みおさんは、まゆさんの妹。名刺に書かれた会社名は、まゆさんが昨年辞めた会社だ。珍しい名字なので、彼女がまゆさんの血縁者であろうことはすぐに分かった。どことなく似た雰囲気を感じる姉妹だが、自信なさげで気弱なおとなしい姉に対し、自信に満ちた強い印象のある妹。二人の印象は正反対だ。つゆりさん、先ほどお話ししたうちの優秀な社員の一人が彼女です。特に彼女は優秀で、昨年私が自らスカウトしました。妹の言葉に戸惑い声が出ない様子のまゆさんに代わり、俺が彼女を紹介する。その人が優秀？あは、面白い冗談。ひらぎさんそれ本気で言ってます？その人うちの会社、クビになった人ですよ。違う。解雇じゃなく、自分で辞めたのよ。みおさんの言葉に、まゆさんは小さな声で訂正する。解雇になりそうだから、その前に自主退職したんでしょ。ひらぎさん、この人うちの会社で何したか知ってます？人の企画から何からパクって自分が考えたって言ってたんですよ。全部妹の私が考えた企画なのに。信じられないでしょ？それをみんなの前で私に告発されて、居場所がなくなったからいたたまれなくなって逃げるように辞めたんですよ。ねえお姉ちゃん、連絡つかなくて心配したんだから。周りにも聞こえるくらいの音量で、わざとらしくオーバーに話すみおさんは、先ほどまでの綺麗に作られた笑顔ではない。歪んだ笑顔を浮かべているように俺には見えた。ああ、この妹が、まゆさんの言っていた、あの子なのか。第一印象からどことなく感じていた違和感は、それだったのかと合点がいく。嘘ばっかり言わないで！何が嘘なのよ。私の言うことが嘘だって証明できなくて、会社から逃げたくせに。ああ、ごめんなさい。せっかく新しい帰省先見つけたのに、本性がバレて失ったら困っちゃうものね。反論していたまゆさんは、顔をずいっと近づけて、言い放つみおさんの言葉の圧に押し負けて、うつむいてしまった。ひらぎさん、気をつけてくださいね。この人また同じこと繰り返しちゃうかも。あ、今までのこの人の企画案とか、見直した方がいいですよ。もしかしたらもう誰かが被害に遭ってるかも。うちの会社、この人のせいで離れていっちゃったクライアントもいるんですよ。ひらぎさんの会社までそんなダメージ受けちゃいますよ。そうなる前に切っちゃった方がいいかもしれませんね。俺に甘い声で心配そうに声をかけるみおさんは、うつむくまゆさんの顔を覗き込んで、
さらに甘い声で呼びかけた。ねえ、迷惑かけちゃダメだよ、お姉ちゃん。クラッチバッグを持つ真由さんの白い手が、わずかに震えている。お言葉ですが、俺は真由さんの肩を自分の方に引き寄せた。うちの社員を侮辱するのはやめていただけますか？先ほども言いましたが、うちは小さな会社です。社員一人一人の仕事への取り組みは、私が一番よく見ています。彼女がどれだけまっすぐ、今の仕事に向き合っているかは、見ていればわかりますから。何よそれ。私は親切で教えてあげてるのよ。真由さんをかばうのが気に入らなかったらしい美代さんの笑顔が引きつる。つゆりさんは、彼女がどのように企画をリサーチし、クライアントと向き合っているか知っていますか？はあ？だから、人の企画から何からパクって。そんな人じゃクライアントの満足度なんて得られませんよ。クライアントに寄り添い、徹底的にリサーチした情報を提供し、しっかりとバックアップする。それができる人間だからこそ評価されるんです。それは一朝一夕の真似事だけじゃできない。先ほど離れていったクライアントがいるって言ってましたよね。それ、彼女がいなくなったから離れたの間違いじゃないですか？彼女なしのコンサルでは満足してもらえなかったんじゃないですか？肩を抱く手に少し力がこもる。真由さんは驚きと戸惑いの混ざる顔で俺を見上げている。対して、ミオさんの顔から完全に笑顔が消え、俺をねめ上げた。弱小会社が偉そうにうちの会社を侮辱する気？ミオさんが感情的に声を荒げた時、やめなさいミオと男性がミオさんの隣に立った。お父さん、なんで？今日来るなんて聞いてないわ。戸惑うミオさんがお父さんと呼ぶのは、ミオさんの会社の親会社の社長だ。まさか、大手の社長がこんな会食に来るなんて予想できず、俺も驚く。ここでは他の方の迷惑になる。個室を用意してもらったから移動しよう。との社長の一言で、レストランの個室へ移動することになった。個室に移動して席に着くと、つゆり社長が話し出す。話はある程度聞こえていたよ。お前は自分自身で、自分の会社に泥を塗っていることは分かっているのか？矛先はミオさんに向いているようだ。はあ？先に会社で不正をしたのはこの人じゃない。お父さんだって、この人がなんで辞めたか知っているでしょ？ミオさんは父親の前だからか、先ほどより少し幼い言い方でマユさんを指さす。違うだろ、ミオ。お前にマユのような仕事はできない。はあ？何言ってるの？私が考えてきた企画とかが全部うまくいってたじゃない。お父さんはどうせ子会社の内情なんて知らないのよ。親会社の社長だもん。去年姉さんが辞めた時に説明したじゃない。この人が私の案を盗んで問題視されて辞めたんだって。確信をつくようなつゆり社長の言い方に、みおさんが焦ったように言う。確かに、子会社の経営や人事、業務分担にまでは私は関与していない。でも、自分の子供のことがわからないほど、私はお前たちを見ていないと思っているのか？つゆり社長がそう言って、ミオさんをじっと強い目で見つめると、ミオさんは押し黙った。マユが会社を辞めたとお前から聞いた時に、私はマユからも話を聞いたんだ。マユさんは、今まで考えてきた企画やノウハウを、すべて、妹であるミオさんに譲っていた。もちろん自分で出したいのだと思っていた企画もたくさんあったが、その度に、そんなおどおどした態度で気弱にプレゼンするの？私が表に出した方が印象がいいんだから、姉さんは私に任せておけばいいのよ、とミオさんに言いくるめられていたという。少し控えめな印象を受ける姉と、パッと目を引く魅力のある妹、姉妹の印象は全く異なる。常に自信があり、人前でのプレゼン力があるミオさんに、マユさんは引け目を感じていたらしい。自分が表立ってやるよりも、妹がやった方が会社のためにもうまくいくはず。そんな時、マユさんが担当しているクライアントの動画が今までで一番バズった。その功績はまさにマユさんのおかげと言ってもよく、ミオさんはそれが面白くなかったのだ。
そのクライアントも私の担当にしてよ。企画案とかは今まで通り姉さんが考えてくれればいいから。ジュースを買ってこいというような軽い言い方にさすがのまゆさんも納得できなかった。このクライアントさんは私が立ち上げから携わった信頼関係があっての今よ。この担当だけは変われない。従順だと思っていた姉が初めて妹に歯向かったのだ。今まで自分の思うように動いてくれていた姉から急に突き放され、ミオさんは我慢ができなかった。つゆりまゆが担当してきたものはすべて私。つゆりみおが考えてきたものを盗んだものです。もともと会社での二人の立場は、みおさんの方が他の社員に慕われているところがあった。口がうまい妹と口下手な姉。親会社の社長令嬢という大きすぎる肩書きは、まゆさんには肩身を狭くするものだった。常に周りに期待され、監視されているような怖さがあったのだろう。そんな姉の性格を知っていての、私は姉さんの味方だよ。優しげな妹の言葉は、ますますまゆさんを孤立させていた。そこからのみおさんの裏切りは、まゆさんの周りに誰も味方がいない錯覚に陥らせ、耐えられなくなったまゆさんは会社を去った。まゆの話を聞いて、無理に引き止めるべきじゃないと思ったんだ。まゆは、私の会社にいることで自由に仕事ができないのなら、外でのびのびとさせてやりたいと思って、それ以上の干渉はやめた。だがミオ、お前とは、まゆが辞めた時にちゃんと話をしておくべきだった。お前のやり方では誰もついてこない。お前のやり方は、全部自分だけが与えられる立場でしかないんだ。なぜまゆが担当していたクライアントの契約が打ち切られていくのか考えたことはあるか。つゆり社長の静かな問いかけに、イライラした様子のミオさんが、知らないわよとふてくされたようにつぶやく。お前は、コンサルとして大切な、人に何かを与えるという役目を果たしていないからだ。仕事以外もそうだ。お前は小さい頃から、人に何かを与えるということができていない。自分は与えてもらう側の人間だと思っているからだ。仕事において、それは致命的な欠陥だ。私が姉さんに劣っているっていうの？表だってはっきりと言えない、できない姉の代わりに、どれだけ私が矢面に立ってきたと思ってるのよ。欠陥という言葉に、ミオさんがわなわなと震え、怒りの声を上げる。前には出ないくせに評価されて、喋ることしかできない私は仕事ができないみたいじゃない。私がどれだけ表立って頑張ってきたと思って。荒げていた声はどんどん震えていき、ついには涙声になっていった。それまで黙っていた眉が一瞬唇を噛み、口を開いた。ミオ、ごめん。父さんもごめんなさい。私、会社で自分ばかりが重圧を与えられてるって勘違いしてた。ミオがみんなの前で堂々と喋れて、注目されることが大丈夫な人間なんだって勝手に思ってた。だったら、私は好きに考えるだけのことに集中して、自分ができない嫌なことは任せればいいって。私は、ミオに与えるんじゃなくて押し付けてた。ミオさんの大きな瞳で、なんとか溜まっていた涙が、まゆさんの言葉で、ボロボロとこぼれ落ちる。お姉ちゃんはいつもそう。すぐに謝るの。私に。私が悪くてもいつも。みんなお姉ちゃんに期待してた。それを達成できるだけの実力があるのに、いつも自信なさげで、私にないものばっかり持ってるのに、それを分かってないお姉ちゃんにムカついたし、羨ましかったの。だったら、全部私がやってやるって。結局、お姉ちゃんみたいにはできなくて、失うものの方が多くて。ミオ、謝っても遅いのは分かってる。でも、ごめんなさい。そう言い終わると、子供のようにしゃくり上げて泣き出した。マユ、私は、お前に姉だからというだけで、無意識に、いろいろ背負わせていたのかもしれない。お前がそれに耐えられないならと、今度は勝手にミオに背負わせようとしていた。二人の仲がこじれるまで、何も気づいてやれなくてすまなかった。つゆり社長は、ミオさんの頭に手を置き、そっと撫でる。
そんな彼女の様子を黙って見ているしかできない俺に目線を移すと、ヒイラギ君、巻き込んでしまってすまないね、と声をかけてきた。マユがお世話になっているようだね。ありがとう。言われて、俺は慌てて頭を下げる。いえ、とんでもありません。マユさんにはとても助けられていて、お礼を言わなければいけないのは私の方です。マユから君の会社の話は聞いていたんだ。今の会社の功績は、君が代表としてしっかりと社員を見れているからこそだ。さっきミオにはっきりと、物申してくれた君の姿で、そう思ったよ。マユ、今お前は幸せかい？問いかけられたマユは、俺の顔を見てから再度、つゆり社長に向き直り、はい、前以上に楽しく、私らしく仕事ができて幸せです。彼の、ヒイラギ社長がいてくれるおかげで。笑顔を向けられたつゆり社長が、そうかと満足げに小さく、だがどこか寂しそうにつぶやく。ヒイラギ君、マユをよろしく頼むよ。俺はまっすぐに、つゆり社長の目を見て、はいと返事をした。それから、俺の会社は相変わらず、少人数で慌ただしく回しているが、順調そのものと言っていい。最近では、つゆり社長からの紹介など、さらに業務は拡大しつつある。妹のミオさんはというと、つゆり社長から、辛ければ会社を辞めても構わないと言われたのが逆に、彼女の負けん気に火をつけたのか、私は、ここで姉さんより成功する。ちゃんと自分で向き合うって決めたから、と決意を固めたようだ。俺とマユさんの関係はというと、曖昧だった二人の関係は、未だはっきりと名前がついていない。仕事が忙しいというのもあるが、あの日以来彼女を夕食に誘ったりと、二人での時間は増えているのだ。しかし、仕事以上の関係をマユさんが望んでいるのかと、自信が持てないでいる。はっきりしないまま夏が過ぎていった。今日は仕事の終わりが一緒だったため、マユさんを誘い、友人のメキシカン居酒屋を訪れた。二人で一緒に訪れるのは、実はあの出会った日以来だ。暦の上ではすでに秋なのに、まだまだ蒸し暑い夜が続いている。スパイスの効いたメキシカンタコスとビールがうまい。俺はいつものメスカルを飲まず、未だビール一本目も飲み終えずにいる。今日は酔わない。酒の力はダメだ。いつも通りのつもりでも、俺の少し気負った感じが伝わっているのか、マユさんまで酒の進みが遅い気がする。今日は暑いから、これサービス。ごゆっくり。と、テキーラのショットを俺とマユさんの前に置いた友人の顔が、嫌に楽しそうなのは気のせいではない。余計にぎこちなくなった空気に負けて、テキーラのショットに手を伸ばしそうになった時。あら？姉さんとヒイラギ社長じゃないですか？奇遇ですね。店に入ってきたのはミオさんだった。あ、ミオちゃんいらっしゃい。と、友人が知った顔と言わんばかりに声をかける。あの日以来、姉妹はたまに食事をするようになり、マユさんがこの店にミオさんを連れてきたらしい。ミオさんのお気に召したのか、一人でたびたび来ているのだという。仕事終わりに二人で食事なんて、仲いいのね。にんまり、いたずらに笑うミオさんに、マユさんが、ミオ？からかわないで、別に社長とはそういうんじゃないよ、と受け流す。あ、やっぱり、脈なしなのか。いい感じだと思ってたの、俺だけか。さらりとした受け流し方に、俺が表情には出さず落胆していると、ミオさんが、ふーんと、つまらなそうに唇を尖らせる。じゃあ、私がヒイラギ社長を狙ってもいいわよね。急に、俺の腕に腕を絡ませてきたミオさんに、俺は、リアクションに遅れ、固まった。ねえ、社長。私あれから頑張ってるんですよ。今日も自分の足で、いろんなクライアント回ってて、今の私なら、社長の横で頑張れるかもしれません。私じゃダメですか？こんな美人に品だれかかられて、袖にできる男がいるのなら教えてくれ。むしろ、鼻の下が伸びない俺を褒めてくれ。返答に困っている俺の横で、ダンと空のショットグラスが置かれた。社長、飲んでください。ショットを飲み干したマユさんが、俺にショットを渡してくる。
え？いいから飲む。はい。勢いに負け、俺はぐいっとショットを煽る。喉から胃にカットする熱が走った。よし、マスター、お会計。そう言って、さっさとお会計を済ませたまゆさんは、行きますよと俺の腕をつかみ、社長だけはあげないと、ミオさんに捨て台詞を吐いた。まゆさんらしからぬ自分の意志を押し通す強い言い方に、唖然としている俺とは対照的に、ミオさんと友人は笑いをこらえるのに必死な顔をしている。頑張って、と、ひらひらと楽しげに手を振るミオさんに見送られ、俺とまゆさんは店を出た。まゆさん、ちょっとどこ行くの？腕をつかみ、ずんずん歩く彼女に俺が声をかけると、ぴたりと歩みが止まる。くるりと振り向いたまゆさんの顔は真っ赤に染まっていて、俺の心臓がどくりと音を立てた。ねえ、さっきミオさんに言ったの。あ、私、待ってるんです。社長から言ってくれるの。恥ずかしさに耐えるように早口で言うまゆさんに、俺は確信を持つ。俺と付き合ってくれる？遅いです。お酒の力借りちゃったじゃないですか。少し潤んだ猫目がたまらなく愛おしい。酔ってる？まだ酔ってないです。社長は？緊張しすぎて酔えなかった。うちで飲み直す？今度は俺がまゆさんの手をそっと握る。うん。小さな返事とともに握り返された手の感触に。俺は自分でもだらしなく笑ってしまっているのがわかる。社長、わかりやすいですよね。そう言って笑ったまゆさんの笑顔は、最高に可愛い笑顔だった。人はもらうばかりでは幸せになれない。俺に幸せを与えてくれる彼女に、俺も彼女に与えられる精一杯の幸せを与えたいと思う。